それに続きまして、こう新の仕組みを受けて成立した漢帝国の時代、この時代にシルクロードが開通したものであります。漢帝国があります。長安城は漢中平野という中原の中国の大平原の一番西の外れであり、西はもう西域と接し、北は高度高原、南は中国の漢中平野から四川省、さらに雲南へと行くような場所であります。 シルクロードがまさに出来上がる時代の当時の東アジアの中心が関の長安城ですその北にはたくさんの関の皇帝陵、亡くなった皇帝のお墓がたくさん築かれています